こんにちは。ちょっと前にプレイステーション4で、PT っていうゲームがね、配信されたんですよ。で、それは実は、後々に発表されるゲームの布石のゲームだったんですけど、その PT をモチーフにしたホラーゲーム、プニティ。で、これをちょっとやっていきたいと思うんですけど、もう待って。プレイをね、タイトルも何もなしで、急にこの画面になるんですよ。いきなり。やっていきます。怖えー。めっちゃリアルじゃん、音も。うわ。これ皆さんぜひイヤホンして、見てください。うわ、音がリアルすぎる。無理、これ。酒が、誰か荒れてたのかな。ラジオみたいなのがある。あ、懐中電灯つくんですね。これがズーム。操作方法がわかんないんですけど、怖っ。待って、怖すぎるわ。これはちょっと無理だ。私の飲みの心臓でこれはちょっと無理だ。家族の写真かな。なんかキーキー言ってんな。あ、外は雨降ってるんですね。あれが鳴ってんのか、あのキーキーキーって電気が。これはちょっと、ここ開けてみる？開けてみます？どうやって開けるんだろう？操作法、あ！自分がぶつかっただけか。いや、これ調べらんないんだよな。どうやって調べるんだろう？進んでいますか、とりあえず。なあ、うるさいな！なんで揺れてんだよ、ずっと。おかしいだろ。感性の法則か？また写真がありますね。タバコ、吸い殻、車の鍵。ここはでっかい扉になってんな。でっかい扉の方。操作方法がわかんないんで、これだって、で、懐中電灯消えるだけなんだもん。左クリックが。なんだよ、もう変な絵画とかも気持ち悪いしさ。何これ、なんて書いてある。ファッチ、なんて書いてある。ウォッチアウトザ、もう分からん。いや、ちょっと、どうやって調べんのよ、物を。何？嘘でしょ？何？誰かいるやん。この扉の中に。なんか声聞こえる、声。いや、これちょっと無理だよ。だってもうこっち何もないもんな。ここどんどんなったけど。ちょっとこれ怖すぎるわ。こっちは23時59分から何も変わってないね。声がするのはどこだ？声はどっからしてますか？電気消えてない？さっき電気ついてたじゃん。そういう系？
わあ、ゴキブリ。どこにいたんだよ今までゴキブリ。おお。変わってないよね。何もいけないし。あ、電気ついた。あ、そうか。あ、待って。一番向こうがチカ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 してるじゃん。ここはなんで開かねえんだよ。さっきどんどんしてたじゃん。うわー、一番向こうまでチカチカしてる。これ往復を往復することによって徐々に演出が増えてく。まだ23時5。え、消えた電気。ついに蛍光灯が切れた。うわ、そんなタイミングよく切れるかね、蛍光灯。うわー、は？誰だお前は。消えた。今いたや、すっげー身長推定2メートルぐらいあるババアがいた今。どこ消えやがった。後ろか。わあ、懐中電灯の性能、奥まで全然照らしてくれない。あああされてる。もうやりたくない。